記載問題で、自民党の党員が3万人減少という報道に対して、小野田君議員が、減少の理由は LGBT 法案の影響であるとポストした。産経新聞の記事によると、令和5年の党員数が、対前年比97%の109万1075人で、3万3688人減少したと発表し、減少要因について、金子京介組織運動本部長は、同日の役員連絡会で、 派閥パーティー収入不記載事件が、党員締め切りの12月に表面化したことを受け、国民、党員の不信を招いた、と分析したとのこと。これに反応した小野田議員が、自民党の継続党員の手続きが、夏頃からだから、LGBT 法を通した後だと言い。 そこをちゃんと向き合って猛省しようとポスト、LGBT 法案のあたりから自民党を支持していた人たちが、すでに離れ始めていたとなれば、自民党の支持率も昨年よりさらに下がっていますので、今後さらなる党員現象もあり得るのではないでしょうか。岸田首相が、解体的で直しを図り、信頼回復に向けた取り組みを進めなければならない、と述べたようです。自民党の議員は2009年に政権交代が起きた時も、解答的で直しと言っていました。解体的というのは曖昧な表現で、 すっきりしません。異次元の少子化対策も似ていますね。通信会社の実質無料の方が、まだいくらかマシのような気がします。ただ、支持率が下がると、そのような表現を使う量うなので、自民党は多少なりとも危機感を感じているようです。しかし2009年の当時とは違って、野党への期待感も少ないようです。次の選挙で自民党が政権を失うような気配はありませんが、かなり評判を落とした議員が複数います。衆院選もそう遠くないと思います。 選挙区の相手候補にもよりますが、落選危機器の議員もいるのではないでしょうか。参院選挙も来年ありますが、任期を迎える自民議員は、気が気じゃないでしょうね。皆さんの意見をコメント欄で教えてください。